Nice to meet you. My name is Kana Ueda. I'm a Japanese voice actress. I'm very happy to be here at your level.とても楽しんでいます。アニレボは、参加者の皆さんがとても楽しそうにコスプレだったりアニメの絵だったりを見ていて一緒にいてとても楽しくなります。私はもともと関西と大阪の方でお仕事をしていたんですが、その時に CD ドラマ、こちらで言うとラジオドラマっていうんですかね、ラジオドラマをやらせていただくきっかけがあって、それから声優というお仕事をやらせていただくことになりました。そうですね、作品にもよるんですけれども、ネイティブの関西弁を喋れる人でオーディションするっていう時はかなり私的には得と言いますか、すごくアドバンテージがあるなっていつも思います。私が生まれたのが奈良で、育ちが大阪で、大学が神戸にあるもので、関西一円の関西弁を、いろんなところの関西弁を喋れるということで、いつも重宝されているっていうんですかね、すごくラッキーです。初期に比べて最近はすごく演じやすくなりました。一番最初にフェイトのオーディションをもらった時は、私の中でリンのイメージがすごくしっかりした女の子で、声もお芝居も低く作り込んでいたんですけれども、まあその当時はまだそんなに低い声っていうのが安定してお芝居できる感じではなかったので、すごく無理をして演じていたんですね。で、10年間リンを演じ続けていて、やっと本来のリンというか、自分の中から素直にリンのお芝居ができるようになりましたね。そうですね、久しぶりにその役を演じる時には昔の作品を見返したりしています。最初のアニメ作品だとか、一つ前のアニメ作品だとか、なんとなくイメージの中でこうだなっていう記憶があっても、実際に聞いてみるともっと声が高かったり低かったりするので、以前のサンプルを聞かせていただいて、できるだけその当時の音が出るようにチューニングしてますね。やっぱりセイバーですね。セイバークラスっていうのは英霊のクラスの中で最強と言われていて、やはり聖杯戦争に参加するからには勝たないといけないと思うので、セイバーを召喚したいと思います。はい、身長を伸ばしたいです。私の昔の夢が宝塚っていう日本にある女性だけの舞台の、なんていうとカンパニーです、カンパニーっていうのかな、会社があるんですけど、そこに入るのが子供の頃の夢だったんですよ。でもそこに入るには身長制限がありまして、当時の私だと15センチ足りなかったのかな。なので、できれば聖杯に身長を高くしてくださいってお願いして、できれば当時に戻ってもう一度そのカンパニーを受験したいですね。そうですね、親近感を感じる時とすごく悲しみを感じる時が両方あります。親近感を感じるのはやはり麻雀が好きだっていうことで、麻雀をしているシーンを撮っている時は本当に麻雀って楽しいなって思います。ただアニメの主人公たちはすごい運を持っていて、すごい役を揃えたりするので、自分の来る手配とあまりにも違いすぎてとても悲しい気分になりますね。はい、あります。マーベルとか DC のアメリカンコミックのヒロインやヒーローをいつか演じてみたいですね。アメリカのアクション映画がすごく好きで、ポップっていう、こっちでもあると思うんですけど、これくらいの3等身ぐらいのフィギュアがあるんですが、それをお家でも集めています。いつかああいうキャラクターになるようなヒーローやヒロインを演じたいなって思います。ハマったきっかけ、そうですね、私のうちには子供の頃からファミリーコンピューター、昔のこういう、今の人知ってるかな、ファミリーコンピューターって、ファミリーコンピューターって言うと機械があって、それを父が小学校の2年生ぐらいの時ですかね、買ってくれたんですけど、やっぱり面白くって、最初のきっかけはやっぱりそれだと思いますね。でその後、私には妹がいるんですけれども、妹と一緒に対戦ゲームをしたりとか、あと近所のお友達と
お菓子、あ、RPG とかまだそんなにゲームがいろんなお家に各自のお家にあるっていう時期じゃなかったので、私のお家に集まってみんなでゲームをしていたので、それがきっかけだと思います。好きなゲームはやっぱり対人戦のアクションゲームが好きです。最近はガンダムバーサスというゲームにハマっていて、まあガンダムバーサスというかバーサスシリーズですかね。2対2でガンダムというかモビルスーツに乗って対戦をする対人戦のゲームなんですけど、すごく面白くて毎晩やってます。はぁ、セイウィちゃん知ってます。パンフレットとか、あとあれですね、 IC カードにもなってますもんね。一言、Welcome to アニレボー。はい、アニレボーはすごく手作り感があってみんなで楽しみを作るイベントです。来年も再来年も末永く続いていけばいいと思いますので、またいつかここに戻ってこられれば嬉しいです。ありがとうございます。